第202飛行隊は過去に航空自衛隊にあった戦闘機部隊である。ニュータバル基地に所属し、戦闘機に F-15J DJ 連絡機に T-4 を運用した。第202飛行隊は F-104J DJ 戦闘機を運用する2番目の飛行隊として、1964年3月31日に、 宮崎県ニュータバル基地第5航空団霊下の戦闘機部隊として新編された。最初の F-104 飛行隊となった第201飛行隊が機地転換訓練を任務としたため、第202飛行隊は F-104 を運用して初の溶撃飛行隊として同年10月1日に大量空侵犯措置任務が付与され、アラート任務を実施した。 1981年12月には、臨時 F-15 飛行隊が編成され、1982年12月20日に一旦兵隊し、翌12月21日には F-15 戦闘機一番目の部隊として正式に F-15 実動飛行隊へ改編された。改編と同時に F-15 騎士転換操縦過程が設けられた。 1984年7月16日から F-15 でのアラート任務を開始し、教育、擁撃任務を兼務する飛行隊として活動した。第202飛行隊は、教育任務実施のため複座型の DJ を他の飛行隊より多く運用し、搭乗員養成や整備員育成を行っていた。舞台マークは F-104 時代は、航空団共通の V マークで黄色と赤縁のデザインだったが F-15 機種改変後はニュータバル基地近くにある西都市のサイト原古墳群から出土した無人派庭のデザインに変わった航空自衛隊における戦闘機操縦者教育課程の変更により2000年10月3日に第202飛行隊は兵隊し第202飛行隊が行ってきた搭乗員要請や 整備要員の育成の任務は同日付で新編された航空教育集団例下の飛行教育航空隊に引き継がれた。ウィキメディアコモンズには第202飛行隊に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。